バイクペンタスロンは僕が本当に1年前ぐらいですかね、ポッと思いついたアイデアで、なんか陸上競技場で陸上選手とバトルしたらなんか面白いなみたいな。やっぱりトライアルって競技、なかなかニッチなスポーツで、比較的メジャーな競技とコラボすることによって、この自分のトライアルっていう競技を一人でもなんかね、そういう知らない人に知ってもらえる機会が作れたらいいなっていうのも、この映像に結構込められてますね。まあまあ、そこまでね、びしょってなくてよかったっすね。待ってやん。まあ、恒例の朝の霧だね。そうっすね。もう何も動じなくなったっすね、これぐらい。一切動じません。まあ、カチカチレーシングは間違いないですね。一応今のところその技のバッファーを取ってるんで、結構むずい技もあるんですよね、今日は。ほんま、まだ一回もトライしてないから、どんぐらい実際揺れるかとか、どんぐらい滑るかとか、どんぐらいビビるかみたいなところがあんま分かってないからそこだけっすよね。うん、作り手を信じるしかない。ちょっと信じれないですね。登ったね。登ったし、うん、一番大事な時に服着てない。今回やっぱりこの陸上競技場っていう縛りがあるので、この陸上競技場に基本的にあるものだけでトリックを考えなきゃいけないっていうので、結構悩んだんですよね。まずは最初、陸上競技場にあるものリストを僕が作って、ハードルとか、なんか高跳びのマットとか、じゃあそれを実際にこれとこれを組み合わせたらなんかジャンプ台っぽくなるなとか、そういう順番でトリックを考えていって、 3000m 障害で使うこの大きなハードルをさらに大きくしていって、まあ大きなドロップをしたりみたいな、そういうなんか陸上競技で使うものを、この僕なりのちょっとクリエイティブなともみトリックに変えれたので、そこら辺はなんか今までの作ってきた映像とは少し違う縛りがあるからこそのなんかトリックを作る面白さみたいなのめっちゃありましたね。うん、Day 2は雨です。予報を見る限り今から晴れてきて、この水をはけたやつがどんどんドライになって、2時間後ぐらいには撮影できんちゃうかな。もうそろそろやらないとね。そう、マジで1日今押してる状態なんで、無理やりでもやります。ハードルがここら辺で、タイヤがもうちょっと映るみたいな。
ちょっと一回リズム崩れたら全部崩れるわ、ハードル。これ結構は、ハードル高い。お、言うじゃん。言うかなと思って。いや、今の間違って。でっかい鳥五連で作れって言われてるんですよ。もう京都かいうぐらいの鳥居を人がくぐるんじゃなくて登るんですって。変わったこと考えますね。からほんまの、まあ俺の中での本番というか、今まではもうアスリートと一緒に競り合うシーンとか、まあストーリー的な部分が多かったんで、そんなねリスクもねほぼないようなトリックばっかりやったんですけど、こっからマジで下手し1日かかってもメイクできるかどうかわからんみたいなトリックもな1個ぐらいあるんで、ちょっと集中していかんとほんまにトレアン説があるんで、まあ、今回撮影期間もねやっぱりこの陸上競技場を貸し切るってことでかなりタイトな、まあ、5日間で今回撮るんですけど、その限られた中で、撮影はせなあかんと。でもやっぱり僕、まあ、クレイジーなトリックをしたい佐賀なんで、できる限り人とは違うちょっと攻めたこともしたいみたいな、そのバランスをいろいろ考えていく中で、一つまあ助かったなというか良かったなと思うのは、陸上競技って高跳びする時もマットを常に引いてたりとか、幅跳びする時って砂場があったりとか、なんか逃げではないんですけど、元からそういうまあ比較的安全に競技を行うためのそういう安全装置がいっぱいあったんで、結構攻めやすいですね。逃げではないです。2ヶ月前ぐらいかな、最後にやったの。だから、久々。しかも2ヶ月前やった時はなんか着地で、めっちゃ腕持ってかれてな、脱臼みたいになって、そっから1週間ぐらいも乗れへんみたいな。なったから、しびれるやつですよ。これ重り持ってこよっか。これ持ってこよっか。いいや、すげえ。それっすよ、俺やりたかった。よう、テストありがとうございます。こんな軌道です。もっと飛ぶ。参考になりません。結構揺れんの。あ、オッケー、踏み切り早いな。もっと来る。オッケー、オッケー、オッケーです。行きます。もうこれでランディングできるわ。ありがとう。おーい。あるある。
ある。ある。All right. Yo, man. Woo! Yeah. Yo. Yo. きれい。めっちゃきれい。やばい。Yes, yes, yes, yes. あとある時より良かった。なんか。やっぱ本能やね。死んじゃいけないっていうこと。ちょっと広かった。本当になんか僕とトーミがもういつ、いつもこう、四六時中考えてるのは、あの前代未聞っていうところを本当になんかもう強く意識していくでも映像を作ろうとしてるんで、やっぱりこう誰も見たことがないまだ誰も見たことがない動きであったり、そのスポーツとのコラボレーションだったりっていうところで、あのまあ見た人がみんなあのびっくりしてもらえるようなっていうのを常に作ろうと、まあ僕らはちょっと努力しているところではあります。実はこのクルーたちはみんな僕の全員友達で、今までずっと一緒に僕がレッドブルに入る前から映像を手伝ってもらってきた人らばっかり で、その人らとようやくこうやってこの大きなプロジェクトをできるっていうことが何よりも嬉しくて、もうそのために頑張ってきたんで、もうこれは、まあ、間違いなくこのメンバーがいれば、まあ、僕が最悪ちょっとヘマしようがうまいことしてくれるメンバーっていうのは分かってるんで、なんで僕はもう単純にトリックを集中するだけみたいな、そんな感じです。こちらになります。一回じゃあみんなで参拝しましょうか。ノリとえ強い参拝。撮影がうまくできますように。せーの。はい、うまっ。あとはこの会場のセンターで言ったらこんなもんですか。うん、結構でしょ。いい、すごくいい。すごくいいっす。俺が高校の時からこれ陸上でスターティングブロック使ってる時に、うん、でも絶対チャリンコレこれ飛んでくださいの角度やと思ってたんですよ。多分ライダーはね全員思ってる。ジャンプ台やんこれ。よし。めちゃくちゃウィー。もう一つだけ巻いてる。使ってないな。使ってない。イエス。ウーフー。想像してる時はスケッチブックでまあ一生ぐらいやってるんですけど、それを目の前にするとね、あれ俺こんな設計したっけみたいな。結局こういうリスキーなトリックとか、まあ怖いやつってね、もちろんある程度の恐怖心は必要で、なんかそこでできるだけの対策はねするべきだと思うんですけど、もう考えうる対策をしたあとはもう考えすぎない方がよくて、もう俺は絶対できる星に生まれたと思って、もうほんまにやるだけなんで、でもあんまり見ない方がいい。俺まだ一回もこう飛んでないじゃないですか。そうだね。ほんまに飛んでないけど、まあ絶対できることは確信してるんで、うん、無駄にやる必要ないかなっていう感じ。トーミー、オッケー。よし、久保さん入ります。行きますね。
きます。バタついたな、なんかもとりあえず一発いったら、あとは2回、3回は風さえやめ、いけるよ。よーし、レッツゴー。Somebody turned off all the lights. I try to steal like a parasite, but they can't take away the fire. Yo, woo, ナイス。終わった。お疲れ様です。疲れすぎた。やばい。疲れすぎた。もうなんか。ああ、ちょっと待ってくれ。疲れすぎでしょ。ああ。ねえ。出したサポート。ほんまに出せよ。マジで佐藤さんの。なんかもう。いや、いろいろしたわ。無事終わってよかった、ほんまに。結構ドキドキする場面何個あったけど、なんとか終えた。やろう、じゃあ終わったね。